ゴルム都市は中華人民共和国青海商会。西モンゴル族チベット族自治州に位置する研究市。市名はモンゴル語で河川が集まる土地に由来する。チベット語ではガルムとも言う。人口の90%を漢族が占める。信仰の工業都市で平均年齢は32歳と若い。チベット高原では青年市、ラサ市に次ぐ第3の都市となっている。 チベット高原のザイダム盆地中南部、ゴルムド川、中石平野に位置する。市内の平均海抜2780メートル、高原大陸性気候で、冬の寒さが厳しい。5800平方キロメートルの面積を持つ広大な、チャルハン塩湖からは、塩が取れる。中華民国時代は、カザフ族遊牧民が放牧する土地であった。1949年9月に、 人民解放軍が青海省の大部分を支配下に置き、1954年7月15日には、海西盲小僧族考察活族自治区人民政府が成立した。その後、漢族が移住して、鉱山都市として発展し、1960年11月17日に、ゴルムド市が成立した。1966年3月27日、ゴルムド県に改称し、 1980年再びゴルムド市となる。製造航路と青新航路が交差する交通の要所で、製造鉄道も青年ゴルムド間が1979年に、ゴルムドラサ間は2006年7月1日に開通した。2003年にはゴルムド空港も完成している。製造鉄道開通後、ゴルムドラサ間のバスは運休している。ありがとうございます。